まあ、先ほど、まあ、一定の、まあ、政党に組みすると、まあ、政策が歪んでしまう、まあ、今回 の、まあ、この都知事選にあたってこの選挙プランナーだったり、まあ、例えば、まあ、有名な方だと松川さんだったり、いわゆるこれまでの選挙にはしたくないというかしない方がいいんだろうなと思ってます。なぜならば今までの選挙を続けた結果つまんないな、有権者の方を向いた、都民の方を向いた選挙、国民と向き合う、都民と向き合う、でその様をいろんな人に見てもらう、そこから政治の再建が進んでいくんだと。はよやめやってなるんじゃないですか。他はいかがでしょうか。市長すいません、はい、記者としては退席をさせていただくんですが、カメラについてはいかがでしょうか。同様です。同様です、はい、お疲れ様でした。すみません、同じく朝日新聞の中村と申します。先ほどおっしゃった他局分散のところで伺いたいんですけれども、人口移動が緩やかに起きるようにという話が先ほどされたかと思います。でそうすると市長が考える他局分散の政策というのは、その直接的に働きかけて他局分散を促すというよりも、他局分散につながるような仕組み作り、枠組み作りを目指しているという理解でよろしいでしょうか。はい、おっしゃる通りです、はい、何か具体的なもの、内容とかがお話しいただける範囲でいただけるとありがたいんですけれども、はい、まず小手先のインセンティブは無駄な金になると思います。今いろんな自治体が移住を促進しようと補助金を出したりしてるんですが、それはもともと移住を考えてた方がちょっと楽になるっていうぐらいだと思います。今まで考えてない人がよしじゃあ移ろうとはやっぱりならない、なりにくいんですね。なので今ご指摘あった通り、もっと大きな枠で環境を整える必要があると思います。具体的に申し上げれば、さっきの都市開発産業創出、そこに、まあ、衣食住がちゃんと回る環境がある、もっと言えば仕事があるですよね、まあ、当然子供があれば学校とかもいるんですけど、そういった状況を常に各自治体にあるにはあるんですが、そこにうまくつなげていくというのが必要なんではないかと思っています。基本的にこれまでの施策というのは、まあ、せいぜい都道府県ごとだったと思います。まあ、先ほどの、ね、知事連合の方では、もう少し大きな枠で、ただそれでも共同というところまでは私が読んだ限りはまだ至ってないのかなと思うんですけど、例えば、まあ、一つ本当に小さなというか個別の例を挙げれば、やはり福岡市ですね。あそこの町は本当に町として発展をしています。もう見れば分かる感じで、なので人も増え続けているんですね。そうした例を参考に、その環境を、まあ、全く同じようにはもちろんできないんでしょうが、はい、他でも、作っていく。でそれは単独の力だけでなくて、東京都の方からもそれをアシストすることができる、まあ、それが人もの金、どのレベル、まあ、もしかしたら情報も含めて手を貸せるかというのはこれから実際考えてみないとわからないんですが、そのマインドセットは必要だろうと考えています。動きとしては各知事だったりと連携を強めて、そういったことを目指していくということですか。はい、そうです。わかりました。もちろんその筆頭は広島県であり広島市です。はい、馴染みがあるので、広島ばっかり優遇しようという話ではないです。はい、他はいかがでしょうか。ありがとうございます。あ、じゃあ後ろに足を抱いていいですか。毎日新聞なんです。すいません、ちょっと本質問、ちょっと本筋からもしかしたら外れるかもしれないんですけども、まあ、先ほど、まあ、一定の、まあ、政党に組みすると、まあ、政策が歪んでしまうって、でそれこそ知事、まあ、市長、市村市長、まあ、政治のエンタメで場を掲げてらっしゃって、まあ、当然党会見に行っててもそういった要素をまあ盛り上げていくかと思うんですけども、まあ、今回 の、 まあこの都知事選にあたって、この選挙プランナーだったり、まあ、例えばまあ有名な方だと松川さんだったり、そういったあの選挙プランナーに依頼されるご予定とかもすでに依頼とかされたりしているのでしょうか。いえ、
そうはなっていません。まあもちろんこの先どうしようかというのはあるんですけども、まあ、ただいずれの選択肢を取ったとしても、いわゆるこれまでの選挙にはしたくないというかしない方がいいんだろうなと思ってます。なぜならば今までの選挙を続けた結果つまんないな、興味関心が損なわれてきたんではないかという、これはかなりの疑いというか、そこに原因があると考えているからです。そうではなくて本当に有権者の方を向いた、都民の方を向いた選挙、なんならそれを東京都外から全国から見てもらって政治に意識を向けてもらう、そういう機会にしたい、しなければならないというふうに思っています。ちなみにこれも誤解がないのにこれしょっちゅう言わないといけないと思うんですが、政治のエンタメ化というのは明言してます、言い切ってますが、それは単に面白おかしく茶化せばいいという軽薄なものではありません、断言しておきます。そもそものエンターテインメント、もてなすという意味です。ラテン語だったかな、内に入った状態を保つと、空間を保つという意味らしいんですが、もてなしの意識、その最たる例は本来政治であるべきです。しかしながら今の政治にそれがあるようには感じられません。それは一国民としてそう思ってますし、思ってきました。であるならば改めて国民と向き合う、都民と向き合う、でその様をいろんな人に見てもらう、そこから政治の再建が進んでいくんだというふうに考えています。大丈夫ですか？はい、すみません、ちょっと追加なんですけども、まあ、今まあ、全国の人に見てもらうという形で、で、まあ、でまたまあ、おかしいなと、まあ、そういった方々から、まあ、協力をもらうということで、今は、まあ、市長、まあ、すごい SNS との、まあ、マッチが、まあ、すごいあると思うんですけど、まあ、例えばその YouTube で呼びかけたりとか、そういったなんか具体的な方法とかっていうのは、YouTube の、まあ、た例えばの話で、うん、YouTube でそういった協力を求めますとか、そういった呼びかけだって、なんかそういった具体的な戦略とかっていうのはあったりされるんでしょうか？具体的な戦略は今現在まだ持ち合わせていません。ただおっしゃった通り SNS、YouTube を使って、まあ、人を集めるというか力を借りるっていうのは基本の戦略になるかと思います。はい、全く基盤がありませんので、はい、それしかないというのが正直なところです。ありがとうございます。後ろお願いします。すみません、ホームテレビの岡部です。